はい、どうも皆さん、こんにちはす、ムーンスケです。信長の野望新生 PK 軍神の盾武人八幡本城重長編、続きをやっていきたいと思います。はい、前回ですね、北条に打撃を与えました。北条残りこんな感じですね。 1,2,3,4,5,6,6条で、北条と武田が今は同盟中で、今回ね、本城重長は、本城重長編は、上杉とね婚姻同盟結んでおりまして、軍神の後方の盾を担う役をしております。でですね、後ろからのね攻撃はもうずっと守ってるわけですが、ついにねもう並んでしまいましたね。あとはもう上杉がどこまで攻めてくれるのかっていうのを待つ状況なんですが、うちとしてねやりたいのは、代替わりしました武田に攻撃しましょう。で、防衛の部隊がおそらくね出てくると思うので、そしたらその隙を見て上杉が攻めてくれたら最高かなと思っております。今は、上杉と織田かながやり合ってるので、この戦がちょっと落ち着いたぐらいに武田を攻めましょう。で、武田にも動揺がね広がったら、上杉の動きを待ちましょう。なので、うちは別に武田の領地を奪いたいとかではないですね。特にこう、つつじヶ崎が防衛拠点本拠地なので、この近辺で威風発生させたとしてもね、つつじヶ崎は落ちないので、ここの2条ぐらい取れる感じ狙っていきましょうかね。で、敵の部隊、わーっと集まってきた部隊は全滅させましょう。それによって動揺を引き起こしていきたいなと思います。はい、まずはね、北条から奪った城に城主を任命していきまして、まあね、後ろの後方にいるなかなか強い武将たちを前に出してもいいですし、新しくね任命してもいいかなと。で、内政をある程度やりましたら攻撃しましょう。上杉謙信の寿命もあと数年なのでね、その間に、アシストできればいいかなと思っております。それでは部隊騎乗させまして、内政に取り掛かっていこうと思います。はい、戻ってまいりました。織田と上杉の戦いはまあどっちも勝ったみたいなのはない感じになりましたね。で、うちはですね、その前に武田が徳川を攻め始めましたね。出した部隊はこの辺か。ここも出しちゃってるか。でもね、うちとしては上杉に隣接してる城の兵士を倒したいので、この辺の部隊が残ってくれてんのはありがたいか。じゃあその辺の部隊を呼び出してしまいましょう。よし、まずは岩殿城付近でね合戦やっていきたいなと思います。はい、戻ってまいりました。16部隊奥からね出しました。敵が北条を呼びましたと。それプラス1,2,3,4,5,6,8部隊かな。相当少ないですね。まあ行きましょう。威風の
週ぐらいしか発生させれないかもしれないですね。副以上から舞台としてけえへんかな。あ、ぶち当たりますと。声を上げよ、行くぞ。あ、うちも11しか入ってないな。もうちょっと待てば。先へと向かおうぞ。よし、サイド出ていこう。敵の城を奪ってくれ。上層支援もらっておきましょう。ほい、まだかな。ほい、ほい、声を上げよ。これで16入りましたね。敵は8部隊。うん、なんか申し訳ない戦になりますけども、ありがたくいただいていきましょう。ただ戦場はね、8部隊しか入れないと思うんで、まあ戦場の中は互角ぐらいか。いやでも弱いな。じゃあ本庄とか最上、柴田、この辺の主力は温存しようかな。まあ別に温存する意味もねあんまないんですが、混乱部隊使ってあげようか。部隊こんなかな。佐久間3部隊こんなかな。しましょう。今回はね、一応最終回になるんじゃないかなというふうに思っております。で、あまり今ね、私の部隊が戦うことあんまりないと思うんでね、もしかしたらこの戦がラストになるかもしれないですね。一緒に行きましょう。さあ、佐久間森政が射的。北条の援軍に打ち当たりましたね。頂上です。いかがしましょう。ご命令を下され。ここに小野寺さんも敵を叩くぞ。敵を詰めます。この戦闘を見て勝敗を決めてやりましょう。要所を制するのだ。こちらに地の利を得ん。その前に立ち去られるものだ。を下っていく。砕け散れい。命令を下され。我が武略をもって万全の敵を打ち払う。はい、梅本忠この部隊を倒しましたね。我が武をご老したか。さあここは素晴らしい。三部隊逃がさない構え。ご命令はいかに。ご命令を下され。敵を攻撃する。これでいいか。好機にございます。今こそ我が戦法により勝機を見出す時。好機にございます。よし、じゃあ延沢さんで軒口を狙いましょう。我が優勢です。今こそ我が戦場により勝機を見出す時。頃合です。今です。今へ。1600だった。ご命令とあらば敵を打ち払います。何ですと。ほう、敵を退けるぞ。さあ軒口落ちそうですね。最後の悪さは明白か。この部隊
ここ行かへんのよね。お指図、要所を取りに行く。よし、このまま終わるね。今よ、我が戦法を見せてやろうぞ。手間内さんも頑張っている。いざ、我が部をこの戦場に示さん。武田の赤備え、これはダメージ系ではないと。それは頂上。さあ、軒口一個落としました。これで一箇所落とせば、その身で確かめよう。よし、これで勝利ですね。うん、秒殺。さすが、もはや武田は敵ではないと。城取れたりするんかな。あ、やっぱ2条は取れるんですね。で、本拠地が耐えたという感じか。よし、まあこれ以上はね、別に進む必要はないんじゃないかなと思います。茅ヶ崎落としたら、いや、辻ヶ崎だけ落としましょうか。ちょっと上杉の敵にしてはまだ武田強いかもしれないですね。よし、じゃあ落としちゃいましょう。使えてみるも良いか。で、落としてしまった後は軍神のね、親方様の動向を見ていきましょう。あんまりね、この状況から変わるとも思いませんが、はい、軍神の育成をね、見ていきたいと思います。よし、それではね、見ていきましょう。辻ヶ崎に向けて出陣。兵士が回復するのを待ちましょう。神明を落としてお使いします。申し上げます。工場戦に、工場戦が火になるまでね、ちょっと待ちましょう。辻ヶ崎がよろしいですかね。回復していくのを待ちましょうか。なんじゃこりゃ、いらん。今8600なので、あ、もうすぐ工場戦火になりますね。よし、なったと。城を落としてこようぞ。城を落としてこようぞ。ではかかるとしよう。工場準備。城を我らのものとせん。我らで城を奪いに参る。敵の城を奪ってくれる。城を奪えば有利になろう。城を奪いに行くぞ。よし、見ていこう。あ、兵糧がまずい部隊がいる。あ、伊達春宗、これは帰らせよう。どうかご命令を。皆、城へと引き返せ。士気が下がってしまう可能性がある。城を奪えば有利になろう。はい、じゃあちょっと工場戦やってしまいましょうか。申し上げます。
いや、威風の強発生させましょう。よし、これでね、弱った武田に親方様攻めへんかったら嘘やで。よし、指示出していきます。ね、強いと見せかけてかなり弱い指示ですね。わーっといって、どうもなす。しばったもわーっといって。他に吉明もわーっといって。やがしわさんと本庄で矢を壊す。花沢さんも矢だ。野部沢。野部沢。南部。野部沢南部。津軽。で、東堂高。ほら。波岡さん。進軍を始め。まだ舞台裏だな。ここに。行くぞ。足を動かせ。先へと向かおうぞ。え。いざ進む。ご命令は行く。行くぞ。よし、まあそんな感じで行きましょうか。おそらくね、余裕だと思うんで、まあ止めずに行きましょう。重要な拠点はね、ここの石落とし櫓のみということでね、とっとと城門を破壊していきたいと思います。あれこそはと思うものは続け。16部隊いますからね。さすがに余裕じゃないか。彼らを恐るす。見せてくれ。一番勲章が一番やる。我が軍略今こそ披露してくれようぞ。はい、強撃入れていく。我が軍に立ち下がる者らよ、ふざけ散るい。はい、敵部隊倒しましたね。よし、石落とし櫓もあっという間に立ち下がる者らよ。はい、破壊。これで士気がね、回復したので、うん、先へと向かうぞ。ご命令はいかに。行こう、本丸に乗り込んでいきましょう。勢いは上回って、敵勢さあ、残り7部隊。試される時、あれこそはと思うものは続け。我が策の前に敵はついえと。残り6部隊。敵勢。残り5部隊。よくと見るがよいわ。我が部略はな。指示出してなかったな。素晴らしい。はい、城門破壊しましたね。東堂高虎がだいぶ食らってるな。ここは決断運賞が一番でかい舞台やから前出ましょうかね。さあ、最上義明頑張っておる。ここ、はい、正面も深い敵将撃ち取りました。残り3部隊。ここは本庄重長。あ、まだ来てなかった。もう、野部沢さんとかですか。はい、3方面破壊しましたね。行きましょう。らよ、力を振るえ。はい、残り2部隊。おお、武田勝頼討ち死に。これは大名討ち死に勝利、めっちゃ珍しいやつね、発生させましたね。おお、これで上杉家チャンスやで。音に聞こえる。やば、ちょっと待て、うちが取った城が多すぎる。城を制したぞ。五条取ってしまった。敵将捕らえたり。貴殿には使えられません。放つだと。何を考えておる。めっ
ちゃ武将来たわ。帰還して よろしゅ。北条を完全に囲みましたね。あーめちゃめちゃ攻め時やで。これで大名誰になったん。一条信達になったんか。なるほど。武田も一気に弱まったな。上杉頼んますよ。じゃあね、うちとしてはまあ攻め上がるのはここまでにしときましょう。あとは軍心がどこまで領地をね広げれるのか期待はできないですが、その時までね時間を進めていきたいなと思います。はい、戻ってまいりました。4年ぐらい経ちましたかね。全く増やしませんでした。はい、むしろね武田は織田から攻められましたね。うちはもう織田と隣接しました。でなんか織田からの防衛ばっかりやってですね、なかなか進軍しませんでしたね、姉が康二すらまだ生きてる状態。こんな離れてるね国峰城とかも全然取りに行きませんでしたね。で1578年1月になった途端ね、お盾の乱、発動したんかな。影勝と影虎に分かれたのでこの月までですね、親方様の寿命もということで、最後見ていきましょうか。貴殿にわしを扱えますか。やりました。お許しいただきたく。さあここで画面が切り替わると、あ、チラッと見えた、チラッと見えた。よろしいですかな。はい、上杉家ね、影勝の軍とこの長尾の家紋ですね。で、上杉景虎が上杉家の家紋。なんちゅう分配のされ方や。で沼田が北条になりましたね。まあイベントでこういう感じになるんですね。本庄重長編、軍神の盾ということでね、背後を守れば謙信はねどこまでいけるのかっていうね、私の期待ではね武田滅ぼして織田家とバッチバチにやり合ってくれるんじゃないかなと思ってたんですよ。北条とかね武田に戦力を向けなくて済むようになるわけなので、ガンガン行くかなと思いきや、もうこういう設定なんですかね、もうピタッとここで止まりました。朝倉の領地を奪って満足しちゃいましたね軍神はね。こういう日本海側しか行かないということで、上杉謙信にはね全国への野望がなかったからなのかもしれないですが、徳川も一緒やな。誰かでアシストしたとしても、基本的には大きくならないんでしょうね。ほったらかしてて大きくなるのは、
島津とか毛利とか織田で北条って感じなんかな。もうちょっとね、なんかプレイヤーのこう動き次第でね、戦況が変わっていってくれたらね面白かったんですが、ちょっとね残念な結果かな。まあ途中で気づいてましたが、はい、こういった感じでお方様をね旅立たれてしまいました。本庄重長はまだまだ寿命あるんですが、ちょっとね上杉謙信の部に惚れてですね、同盟を組んでた傘下に入ってたということなので、うん、この後は、影虎影勝とね攻め滅ぼして、武田も滅ぼして、北条も滅ぼして、で織田と戦ったと、そういう感じでしょうね。さあ、それができるかどうかはちょっと勢力見ていきましょう。兵力最大、ああ織田に勝ってますもんね。うん、城数も武将数だけ負けてるか、兵力では勝ってると。うん、これでフィニッシュでいいんじゃないかなと思います。4年間何もせずにね、ずっとずっとこう計略を仕掛けてたんですけども、結構暇でしたねはいはい、本庄重長編これでエンディングとさせていただこうと思います。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。うん、次回誰にしようかな。また野望、誰かの野望編にしますかね。はい、それではまた別の動画でお会いいたしましょう。ムースケでした。アリアスー。